ケナー市のルイ・アームストロング・ニューオーリンズ国際空港。ケナーは、米国ルイジアナ州のジェファーソン郡に位置する都市。2000年の国勢調査では、人口7万517人。ニューオーリンズ市の郊外に位置し、東隣のメテリーとニューオーリンズを合わせて、国勢調査上のニューオーリンズ都市圏を形成している。ニューオーリンズ都市圏の主たる空港である。 ルイアームストロングニューオーリンズ国際空港が市内にある。ケナーは、ジェファーソン軍の西部、北緯30度0分35秒整形90度15分2秒、北緯30.00972度整形9 0 2 5 0五6度、3 0 0 0 9 7 2 9 0 2 5 0五6に位置する。東隣は、メッテリー地区、リバーリージ市と接し、西隣は、 セントチャールズ郡、北はポンチャートレーン湖、南はミシシッピ川と接している。アメリカ合衆国統計局によると、ケナー市の総面積は3 9 4平方メートルである。このうち3 9 2平方メートルが陸地で平方メートルが水地域である。ケナー市は百五十五年に設立された。名前は 設立者のマイナーケナーに由来している。ケナーとその家族は、当時この土地に3つのプランテーションを所有していた。当時のこの地域北部一帯は、湿地帯であった。2000年現在の国勢調査で、ケナーの人口は7517人、18469、家族が地域内に住んでいる。都市の規模としては、ルイジアナ州で7番亀目である。 人口密度は1798.3人、軽平方メートル。人種構成は、白人68.12%、ヒスパニック、または、ラテン系13.62%、アフリカンアメリカン22.55%、アジア2.84%、ネイティブアメリカン0.40%、太平洋諸島系0.06%、 その他人種が3.80%、複数の人種の根血が2.24%である。ありがとうございます。